SD に収納時 SD に放出時 SD には第二次世界大戦中にドイツ空軍で使用された2キログラム対に用クラスター爆弾である。SD には蝶々爆弾と呼ばれ、この小型爆弾が使用された時に円筒状の薄い外装比較がヒンジで開き、その外観形状が大きな蝶に似ていることからそう名付けられた。この外観は 非常に特徴のあるもので簡単に識別することができた。SD2 小型爆弾は個別に投下されることはなく、6個から108個がクラスター爆弾として AB23SD-2 や AB250 から3といった収納コンテナに格納されていた。SD2 小型爆弾は収納コンテナが航空機から投下され炸裂した後に放出された。この爆弾は 実戦で使用された最初のクラスター爆弾の一つであり非常に高い効果を発揮する兵器であることを証明した。s d に小型爆弾は長さ 8cm の中鉄製の円筒であり展開する前の状態では直径がそれよりもやや小さかった。長さ 15cm の構成ケーブルが小型爆弾本体横の新管収納部にねじ止めされている新管に 起爆心棒を通じて取り付けられていた。投下されると外角がヒンジを支点に二つに割れ、両端のバネで止められている円形カバーが飛び出して開き小型爆弾が落下するにつれこれら外角各部が起爆心棒を回転させ、新艦を作動状態に入れた。SD に小型爆弾は 225g の TNT を内蔵しており、これは一般的に 半径25メートル以内の人間に致命傷を100メートル以内であれば硫酸弾による重大な怪我を与えた。s d に小型爆弾は通常緑色に塗られていたが、中東地域での使用や農民を殺傷するための収穫時期での穀物畑への投下には鈍い黄色に塗られたものもあった。s d に小型爆弾は3種類の新幹のうちの1つを取り付けることができた。中 収納コンテナ内の SD には、10目標での混乱を増幅させるために、全種類の新刊を取り付けることができた。41A、41バイト、70バイト1、70バイト2、等々といった新刊の派生型が存在した。これらの新刊は、新刊収納部に差し込んで取り付けられていたが、その他の点では同一であった。1940年10月28日、 イップスウィッチで英軍の爆発物処理技術者のキャン軍曹とテイラー少尉が不発の超長爆弾数発を発見した。起爆心房を新刊にねじ込み戻すことで二人はどのように爆弾が作動するのかを解明するための実証実験用の完全なサンプルを入手した。より近代的なクラスター爆弾のように完全に起爆状態になってはいるが、不発の SD2 を不活性化することは 非常に危険性が高いので現実的ではない。不発の SD2 を安全に処理する標準的な手順は少なくとも30分間はその場から離れる。次にその場で処理するには SD2 の横で小型の爆発物を爆発させる。別の方法は爆弾に長い紐を結び多いをかけた後でそれを引く。 または開けた場所に爆弾がある場合は、安全な距離からライフルで狙撃する。SD には1940年に、イップスウィッチに対して初めて使用されたが、1943年6月には、英国内の様々な目標とともに、グリムスビート、クリーソープスに投下された。後には、中東地域の連合国軍に対しても使用された。英国政府は慎重に考え、 ドイツ側がこの爆弾の有効性を認識して使用し続けることのないように SD2 によって引き起こされた被害や混乱の報道を抑えた。SD2 はドイツのロシア侵攻である1941年6月22日に始まったバルバロッサ作戦の開始段階で使用された。20名から30名の搭乗員が SD2 と SD10 を ソ連軍の主要な飛行場へ投下するために選抜され、各飛行場への攻撃に3機ずつが割り当てられた。この初期の攻撃は、本格的な攻撃が開始されるまで、ソ連軍の航空機が分散するのを阻止することと、混乱を引き起こすことを目的としていた。第51爆撃航空団は、SD に関連の事故により15機を失ったが、これはその日のドイツ空軍の総損失数のほぼ、 半分に相当した。英国におけるドイツの超超爆弾による死者で最後に記録されているのは1956年11月27日のことで第二次世界大戦が終了してから11年後のことであった。ホーンチャーチ英空軍基地の東にあるアップミンスター爆弾処理所で英空軍のハーバート・デニング隊員が SD2 の試験を行っていたところそれが爆発した。 デニング隊員は、竜三弾により死亡し、オールドチャーチ病院が爆風による損害を被った。1981年に、マルタ島でも死亡事故が記録されており、2009年10月28日には11歳の少年が激しい爆撃を受けた飛行場近くの人の立ち入らない谷でこの種の爆弾を見つけたのが最も直近の発見事例である。幸いにもこの爆弾は、 発見後に、マルタ軍によりその場で安全に爆破処理された。アメリカ合衆国は、朝鮮戦争とベトナム戦争で使用するために M83、蝶々爆弾と命名された SD2 の模倣品を製造した。ありがとうございます。